ってほら湯気立ってんじゃん。はい、ここで飲みました。名前は、ここの店の名前はたぬきさんで飲みました。なんか素朴な居酒屋さんで良かったですね。ね、ちょっとほら湯気、さすが温泉街の飲み屋です。ごちそうさまでした。すごいね、温泉街の、あ、車来ないと見えないね、車来ないと。あそこまだやってるよ、ほら、まあ、見てほら、湯気が、車のヘッドライトで、ほら、さすが温泉街。これが温泉街だよね。湯気がすごいでしょ、これ。うわ、すごい、この水蒸気。とんがった温泉郷。はい、いただきましたね。ただテレビのさ、音が大きすぎだね。やっぱ年上さんがやってるから、あの耳遠いのかな。揚げ出し豆腐は切れられたし、あと途中でさ、テレビのさ、ボリュームがさ、大きくなったよね。ほら、すんごいこれ、湯煙、草津波じゃないこれ、草津温泉波。草津温泉、すごい。あ、匂いはすごいよ。温泉の匂いそうでしょ。はい、いや、美味しかった。素朴な居酒屋さんですね。あれだけ飲んで食べて6000って普通だね。あのお通しろはさ、リンゴもさ、サービスについてさ、あっち映えるからって言われるような、酔っ払ってる。そう、大丈夫。はい、お通しはね、すごい良かった。で、あれついて6000だから安いよね。安い。あれとおひたし、かまとろね。ああ。サーカス TC みたいな感じしてるよ。え、ワンポールテントみたいな。ほら、でも今のところ指振ってないよね。おー、いい感じじゃないですかこれ。唯一のほら、コンビニ。これワンポールテント、サーカス TC みたいな。これあら、ほら、次とろろ飯。ここしかあとやってないね。とろろ飯。コロナの影響もあるからだろうな。みこしさん。ここもやってますね。麺類もあるね。いろいろ。はい。食べないです。あとは楽飲みです。はい。終わりです。あとは楽飲みです。でも雪降ってないからまだいいよ。ちょっとだけね。ほら、玄米。キューベじゃないですか。キューベじゃないですか。危ない危ない。危ない。はい。温泉街だからね。初めて泊まりに来た温泉。旅館じゃないですか。はい、最後にここを写してね。はい、烏帽子スキー場ライトアップです。今日花火大会やったんだよね、7時から。ちょっとあのお酒飲んでたんで花火はね見れなかったですけど、ライトアップね。これが烏帽子スキー場と言います。ました。ピカピカなんだっけ、ライトアップされてる。
ますか。この番号大丈夫ですか。おお、ピピピー、はい、はい、どうぞ。こんな感じ。あ、はい、綺麗ですね。はい、両替機がついて、ウォシュレットもあるし両替機もあります。ここは泊まるときは小銭しか使えないんで、ここで両替します。はい、はい、いってらっしゃい。はい、はい、楽園に戻ってきました。はい、楽に戻ってきましたよ。やっぱ雪降ってますね。明日の朝積もんのかな。はい、楽に戻ってきました。はい、楽に戻ってきました。凍ってんのか。うい、はい、ただいま。はい、はい、楽に帰ってきました。 FF ヒーターのおかげであったかい。よし、前の方はやっぱ寒いね、これね。冷気が来てさ、カーテン閉めるとやっぱ冷気って来ないんじゃないかな、これな。よいしょ、あ、いいね。はい、いや、飲みましたね。来てくれたら嬉しい。今日はね、あれ忘れたからね。何？ダウンライト。まあ、あるある。キャンプある。キャンプじゃない。でも十分明るいよ。明るい。ここあの何 LED のあの暖色切れだっけ。すんごい明るいよね。これだけで十分だ。これちゃんと映ってるし、前のこの白い LED だけだと暗くてね。はい、ステッカーもお願いしました。最初こっちに貼ってたんだけど、剥がれ落ちてくんだよね。2つともね。俺のも、のっちらもさんのも落ちてくるから、やっぱこっちに貼りました。ここに。はい、温泉も入ったしね。硬、はい、いですからね。大丈夫ですか。はい、ないのもですか。あ、もうこれプラネットしかないよ。いや、あれでしょ。いや、ビアなんだっけ、ビアとか。これ飲むか。はい。何ですか、それ。はい。何ですか、それ。あの、ほら、手で温めて泡が出る。ああ、これよく皆さん飲んでるやつ。はい。はい、ラクンに持ってきました。ラクン飲み開始です。さっきはね、生ビールと、なんだっけ、焼酎の梅割り、なんだっけあれ、梅サワー、サワー入ってなかったよあれ、炭酸梅割りか。で、日本酒をいただきたいと思います。草で日本酒って初めてじゃないですか、これ。ね、どうですかね、草で日本酒は。どうですかね。小竹梅、はい、小竹梅、辛口竹梅。これ前あの冬キャン行った時さ、これ最高だったんで、これ。まあ、これどれ、おお、どれ、久々に。神山行きますか。神山、うん、両手であったかあったかしなきゃダメでしょ、それ。そうそうそう、はい、両手であったかあったかしましょう。はい、はい、出ますか。泡が、ね、出るかね。
消えてっとなかなか出ないんだよね、これね。来た来た来た、ほら来た、うん、ほら、あわあわっ、はい、これさ、はい、知ってる？何これね、うん、飲み干すでしょ、うん、そして、この缶に突き足すと同じく泡が出るんだって。だからこの泡を、缶を捨てちゃダメなんだって。乾杯、はい、お疲れです。そうな、ほら、泡泡泡草で日本酒、いただきます。あ、やっぱ美味しいわこれ。辛口仕込み、焼竹梅、キレのある辛口、歌ってるだけあるね。これ合うね。これ甘くもなく、苦くもなく、飲みやすい。これ飲みやすいんだ、この酒さ。大好きなのこれ。それで、ですね、ピカピカパーク1、ここはあの24時間入れます。1800円で、何時に来ても24時間。1900円？いや、1800円なんだけど、お釣り出てこなかったのね。100円しか出てこない。はい、それで、あともう一つはこのダイソーの加湿器です。これ夢見えっかな、そこ黒いから見えるな。これなかなかいいですよ、2ワットで。なぜかトナカイ。これ何？トナカイなのですか、これ。なぜかトナカイなのかな、鹿かな。ほら、これなかなかいいですよ。これライトアップなんて、これほらムードあれあれじゃないですか、これ。どうですか、ね、すごいね。 FF ヒーター炊くと喉やられるから、これはいいね、これね。はい、もうバンバン出てるよ、ほら、水蒸気。これで明日の朝は快適ですか？喉痛くならないですか？いつも喉ゲロゲロしてるからね、朝ね。はい、はい、ちょっと中がこもってきたんで換気したいと思います。はい、開いてたね。すぐ回んないんだよね、これね。入ってますよ。ここでアウトだから、中の気温、中の空気を外に出す。はい、はい、換気扇の中の熱気をね、少し外に出します。調整で外の空気を中に入れられますけども、今は中の空気を、換気をちょっとこのベンチから出したいと思います。電気式毛布を敷いて寝ます。前回ですか。はい、あとはその寝袋を、寝ます。寝袋を、はい、一人一枚ですね。
さんなんですか。